音がよく聞こえないときは手を挙げてください。天気がいいから散歩しましょう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 。日本語能力試験 懲戒 N2 これから N2 の懲戒試験を始めます。メモを取っても構いません。問題用紙を開けてください。問題用紙のページがないときは手を挙げてください。問題がよく見えないときも手を挙げてください。 いつでもいいです。問題1問題1では、まず質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを一つ選んでください。 では始めます一番会社で女の人と男の人が話しています女の人は倉庫に入るときどの順番で入り口のボタンを押さなければなりませんかすみません 地下の倉庫に行って資料を取ってきたいんですが、入り口の開け方がわからなくて。ああ、最近管理が厳しくなって、入り口の横のボタンを押さないとダメなんだよ。倉庫は三つあるけど、何番の?。えっと、二番です。じゃあ、倉庫の番号はゼロゼロ二だね。それと、暗証番号も必要だよ。そうですか。暗証番号は。七二五だよ。 ドアの横のボタンを暗証番号、開くのボタン、倉庫の番号、開くのボタンの順で押して。そうすればすぐドアが開くから。暗証番号、開く、倉庫の番号。その後に開くだよ。はい、わかりました。ありがとうございます。 女の人は倉庫に入るとき、どの順番で入り口のボタンを押さなければなりませんか 2> 2番電話で女の人と課長が話しています。女の人は この後、まず何をしなければなりませんかはい、山川工業です。もしもし、田中です。今出張先なんだけど、さっき青空会社の遠藤さんから私の携帯に連絡があってね。はい。昨日の夕方、青空会社から注文が入った商品についてなんだけど、さっきうちの口座に代金を振り込んだそうだから、入金が確認でき次第すぐ発送してくれるかな。かなり急ぎみたいで。 できるだけ早く送ってほしいってわかりました新商品のサンプルも一緒に送っておきますねそれは以前送ってあるよあ青空会社の遠藤さんに一言発送完了の連絡も入れておいてよろしくねはい女の人はこの後まず何をしなければなりませんか 3番？漫画クラブで女の学生と男の学生が話しています。女の学生はこの後どうしますか？山田くん再来月のコンクールに出す。漫画の下書き読んでくれた。うん。ストーリーの展開がよく工夫されてて、さすがだならって思った。特に最後いい意味で読者の期待を裏切る展開になってるね。 そこ、結構苦労したんだ。あの、今回は全体的に線を太めに描いたんだけど、どうだったうん。力強くて話の世界観に合ってると思ったよ。線の強弱も効果的に使われてたし、コンクールでも評価されるんじゃないかな。うん。でも、読む前、パッと絵を見た時に、主役の子のインパクトが弱いなって感じたんだ。髪型とか身につけてるものとか、 もうちょっとユニークにできないかなうんやってみるあそういえば現行の枚数確かめてある確か制限あったよねオーバーすると減点の対象になっちゃうから多かったら減らした方がいいよ枚数は指定内に収まってるよそうじゃあコンクールまでもうちょっと頑張ってね女の学生は この後どうしますか四番電話で女の人と男の人が話しています男の人はこの後まず何をしなければなりませんか もしもし佐藤さんおはようございます中野ですが今日体調が悪くて出勤できそうにないんです申し訳ないんですけどちょっとお願いしてもいいですか大丈夫ですか何でも任せてくださいありがとうございます今日中に必ず課長に提出しなきゃいけない書類があるんです私の机の右側に赤いファイルがあるんだけどその中の一番上にある見積書課長に渡してもらえますか 分かりました。今確認しますね。あこれですね。渡す前にコピー取っておきますかううん、いいわ。課長、確か今日は朝から昼過ぎまで桜銀行で会議だから、午後にならないとオフィスに来ないと思うんだけど、直接手渡してもらえますか大事な書類だから。はい。あ、そうだ。今日朝10時からのミーティングで、私、出張報告することになってましたよね。 先週佐藤さんと一緒に行った出張の悪いんですけどそれもやってくれますかわかりました出張報告書をもう完成してますか昨日書き直したい箇所があるっておっしゃってましたよね、ええ、昨日直してパソコンの共有フォルダーにデータを保存してあるので印刷して会議で配ってくださいわかりました今日はゆっくり休んでくださいね 男の人はこの後まず何をしなければなりませんか5番大学で女の先生と男の学生が話しています男の学生はこの後。 資料をどのように直しますか送ってくれた資料見ましたよ。あ、ありがとうございます。これは小学校の交流会で配るものでしたね。はい。子供たちに自分の研究について話すときに配るものです。えっとね、なかなかよくできてましたよ。難しい言葉も使っていないし。はい。優しい言葉を使うようにしました。うーん。ただ、話が抽象的で、 何を言っていいいるのかかかわらなななんじゃないかなこの研究が私たちの身近なこんなところに使われていますとかこんなことにも役に立っていますとかって説明してあげたらいいんじゃないああなるほどはいわかりましたあとはこの図もとても分かりやすいし問題ないんじゃない子供たちから質問がたくさん出るといいわねありがとうございますすぐ直します。 男の学生はこの後資料をどのように直しますか問題2問題2ではまず質問を聞いてください。 その後、問題用紙の選択肢を読んでください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを一つ選んでください。では、始めます。 一番家で妻と夫が話しています息子のく君の帽子はどのようにして戻ってきましたか <laughs> この間、たかしがデパートに行ったとき、小学校の制服の帽子なくしたって言ったでしょうん。デパートのサービスカウンターに聞いたけど、見つからなかったんだよね。もう諦めてたんだけど、世の中親切な人がいて。ほら、帽子の裏に学校名と名前が書いてあるでしょえ、拾った人がわざわざ学校に持ってきてくれたのうんうん。郵送してくれたんだって。へえ。 僕も落とし物拾って交番に届けたことはあるけどそこまでしてくれるなんて何かお礼しなきゃねそれがが差出人が書いいいてないの。のデパートの近くで拾いましたってていうメモが入っっただけで。そっかお礼に気を使わないようにって考えてくれたのかもしれないね息子の貴く君の帽子はどのようにして戻ってきましたか 2番電話で図書館の人と男の人が話しています男の人はどうして貸し出し期間の延長ができませんか 北山図書館ですもしもしあの今借りてる本の返却期限の延長ってできますかはい返却日を過ぎていなければ貸し出し期間中に一度だけ図書館のカウンターかインターネット上で延長可能ですただ他の方から予約が入っている本や他の図書館から取り寄せた本は延長はできませんがそうですか今お手元に図書館のカードをお持ちですか 右上のバーコードの下にあるご利用者番号がお分かりでしたら、延長できるかお調べしますが。あ、お願いします。番号は二五五一二七です。本のタイトルは相撲の歴史です。あ、今のところ予約は入ってないんですが、貸し出し期間が昨日まででした。一度返していただく必要が。え、すみません。うっかりしてて、今日中に返します。 男の人はどうして貸し出し期間の延長ができませんか。三番。ラジオでアナウンサーが大人の習い事について話しています。調査によると。 何のために習い事をしているという答えが最も多かったですか 今大人をターゲットにした習い事が人気で外国語をはじめ楽器ダンスなどさまざまなスクールに通う大人が増えています今朝の新聞に「習い事の目的は何か?」という調査結果が出ていました自分の経験から一番多いのは「技術の習得」だと思ったのですが「気分転換のため」が技術を上回りトップでした。こののつについで多かったのは という答えで「知り合いを増やすため」というのも多く自分の世界を広げたいという気持ちがうかがえます調査によると「何のために習い事をしている」という答えが最も多かったですか 4番女の学生と男の学生が話しています。女の学生はどうしてリサイクルショップで買い物をしないと言っていますか おはよう。あ、そのジャケットいいね。加藤さん、おはよう。これリサイクルショップで見つけてね。1000円だよ。安いでしょ。へえ。今の流行とは違うけど、個性的でいいね。うん。これ見つけたときはやったって思ったよ。加藤さんも古着とか好きそうだよね。その店いいものが揃ってるし、リサイクルとは思えない品質だから、今度行ってみたら。うん。私。 リサイクルショップは行かないんだ。あ、やっぱり知らない人が着てたものを着るの抵抗あるそれはないけど、行くと安いからって余計なものまで買って後悔するから。以前そういうことが何度もあって。リサイクルショップって今の流行じゃないけど今着てもおしゃれなのいろいろあるでしょそういうの見ると買わずにはいられなくて。わかる気がする。 女の学生はどうしてリサイクルショップで買い物をしないと言っていますか五番会社で女の人と男の人が話しています 職場に音楽を流すことについて、男の人はどんな意見を持っていますか男の人です。 木村君部長に聞いたんだけど今ね職場環境の改善策の一つとして勤務時間中にオフィスに音楽を流すことが検討されてるんだってああ職場に音楽を流すと集中力が上がったりリラックスできたりして仕事の能率も上がるって最近注目されてるよね私は何か考えてる時に音楽が流れてると集中できないタイプだから「職場で」っていうのはどうかと思うけどそれに曲によっては。 むしろリラックス効果があるかは僕は分かんないけどとにかくシーンとしてるとかえって気が散る方だから集中できて個人的には大歓迎だなそうじゃあ木村君の仕事の能率もぐんと上がってちょっとそんな期待しないでよ 職場に音楽を流すことについて男の人はどんな意見を持っていますか6番就職のための面接で男の学生が話しています。男の学生は どんなところが自分の短所だと言っていますか短所です私は 子供の頃から、クラスやクラブでは、リーダーを支えるような役割を果たしてきました。周囲の声に耳を傾け、物事に柔軟に対応することには自信があります。反面、つい受け身になり、主体的に行動したり意見を述べたりということがあまり得意ではないので、その点に気をつけ、仕事ではどんなことにも柔軟性を持ちつつ、根気強く取り組んでいきたいと思います。 男の学生はどんなところが自分の短所だと言っていますかここでちょっと休みましょう。 では、また続けます。問題3問題3では、問題用紙に何も印刷されていません。この問題は、全体としてどんな内容かを聞く問題です。話の前に質問はありません。 まず話を聞いい。てくださいそれから質問と選択肢を聞いて1から4の中から最も良いものを1つ選んでくださいでは始めます1番 1> 地域の講演会で 女の人が話しています。日本ではここ数十年の間にレトルト食品など調理されている食品の普及が進みました。そのような食品の多くは便利な一方食べやすく調理されているためしっかり噛まずに飲み込みがちですが、そのことが現代人の健康にとって大きなマイナスとなっていると指摘する医師も少なくありません。よく一口三十回と言われますが、 これを実践すると、心身を健康に保つさまざまな効果が得られることが明らかになっています。女の人は何について話していますか ?1。よく噛んで食べることの大切さ。2。2> 足りない栄養を補うことの大切さ。 3レトルト食品をおいしく食べるための工夫4料理を食べやすくするための工夫 2>, 2番テレビで女の人が話しています。 最近の若者はという言葉、皆さんも一度は耳にしたことがありませんか現代だけでなく、きっといつの時代でも使われてきた言葉なんでしょうね。私が10代の頃も、礼儀を知らない、根気がないなどと言われた記憶があります。ただ、その若者を教育してきたのは、親の世代だということを忘れてはいけません。若者がそのように言われるのは、本来手本となるべき大人にも、 一員があると思うんです。女の人が伝えたいことは何ですか一。最近は礼儀を知らない若者が多い。二。若者は親に反抗するものだ。三。 若者が批判される原因は親世代にもある若者は親を手本とすべきだ3番心理学の授業で先生が話しています私は 子供の時、ストレスに敏感で、不安を感じると、よくお腹が痛くなりました。ある時、母が腹痛が治るという粉薬を病院でもらってきてくれたんですが、それ以降、不安でお腹が痛くなった時、その薬をジュースに入れて飲むと、腹痛が治まったんです。ところが、中学生になったある日、母が言ったんです。あれはただの粉砂糖だった。まさかあんなに効くとはね。 それ自体に力はなくても飲むことで生じる気持ちの変化が実際に体の反応を変えよく効く薬となっていたんですね。今日の授業ではこの点をテーマとしより詳しく見ていきます。今日の授業のテーマは何ですか ?1 ストレスの危険性 2, 2子どもが不安を感じる原因3緊張を解く新しい薬の開発4信じ込むことが体に与える効果 4番ラジオでアナウンサーが家計調査の結果について話しています先日政府が家計の収入や支出などを調べた家計調査の結果が発表されました支出のうち娯楽の費用と食事の費用の項目を見てみると娯楽費は全項目のうち増加が最も目立ちましたこれは 景気の回復が影響していると考えられますまた昨年度の調査以来落ち込みを見せていた食費ですが今回は外食の費用が大きな伸びを見せトータルでは落ち込む以前の水準にままで戻っています今回の家計調査の結果支出は前回の調査に比べてどうなりましたか 1, 1. 娯楽費も食費も増えた。<S 2. 2 <S 娯楽費も食費も減った。3. 娯楽費は増え、食費は減った。4. 娯楽費は減り、食費は増えた。 5番。市市の集会で市長が話していますええー、ゴミ処理場建設の今後の方針をお話しいたします。先月の選挙では処理場建設に反対の立場であった前市長を破ることができ、処理場建設に関して市民の皆様のご指示をいただけたと思っております。ただ、建設をめぐっては、 候補地が住宅地に近いことから一部の住民の方から環境の悪化を心配し強い反対の声が上がっており候補地を見直す判断をいたしましたこれに伴い工事日程に遅れが生じますが多額な建設費がかかる大事な事業ですので慎重に進めたいと考えております市長は ゴミ処理場の建設についてどう言っていますか 1, ?1 これまでの計画通りに建設する 2, 2計画の見直しが必要だが建設する3費用が多額になるため建設しない4 住民が反対しているため建設しない問題4問題4では問題用紙に何も印刷されていませんまず文を聞いてくださいそれから それに対する返事を聞いて1から3の中から最も良いものを一つ選んでくださいでは始めます 1番。1> うちの会社、正月の休みが3週間ぐらいあったらいいのにね。1。1> ええー、3週間もなかったと思うよ。2>, 2。ほんと、それぐらい休みたいよね。3。そんなに長くなったのやったー 2番。2> なんか外が騒がしいよね。どうしたんだろう ?1。1> 多分そうだろうね。2。何かあったのかな 3>, ?3。どうして知ってるの 3番。あの大手の緑建設倒産の恐れがあるんですってえその可能性はなさそうなんですかえ倒産しちゃったんですか 3> 3えそんなに状況悪いんですか 4番学校のみんながあんなに応援のメールくれたのに、僕たち試合負けたって言いづらくない ?1 ああ、もう伝えちゃったんだね。2, 2でもちゃんと報告しなきゃね。3, 3え、みんなに言いづらくないの 5番。リーさん、あのー、新年会の係をやってくれたら助かるんだけど。1。あ、はい、私でよければ。2>, 2。あの、私は係じゃないですよ。3。3> あ、やってくれるんですか 6番この棚の引き出し鍵かけといたはずなんだけどああそのほうがいいねそれはちょっとできないよ 3> 3え開いてるの 7番急なんだけどあさっての出張小野さんの代わりに行ってくれる 1, 1小野さんどうかされたんですか 2, 2小野さんと一緒に行けばいいんですね3小野さんどなたと変わるんですか 8番山本さん、悪いけど、もう会議室の準備始めてくれないと。1, 1まだ早いでしょうか。2すみません、すぐ取り掛かります。3, 3じゃあ会議は中止なんですね。 9番森さんって就職するのに親のコネ使いたくないんだって。まあ、わからないこともないね。1少しはわかってあげてよ。2, 2森さん何がわかってないの ?3, 3うん、その気持ちなんとなくわかる。 10番ああ明日の歯医者の予約時間手帳に書いとくべきだったな手帳見て何時か確認したら 2> 2時間分かんなくなくっっちゃったの書くならペンあるよ。 11番、もう打ち合わせの時間だけど、社長が来ないと始めようがないですね。1、もう打ち合わせしちゃうんですか 2>, ?2、ああ、社長に始めるよう言われたんですね。3、3> うーん、待つしかありませんよね。 12番。先輩、私最近ゴルフ始めたんですが、上達に欠かせないものって何でしょうか ?1。1> うーん、自分に合う道具を使うことかな。2。うーん、練習が足りないからじゃない 3>, ?3。うーん、上達しにくいものは特にないよ。 問題5問題5では長めの話を聞きます。メモを取っても構いません。1番2番問題用紙に何も印刷されていません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて 1>, 1から4の中から最も良いものを一つ選んでくださいでは始めます一番スポーツクラブで男の人と受付の人が話していますあのー。 こちらに入会したいと思いまして土日含めて週に何回かプールで泳ぎたいんですプールのご利用ですねプールの他にトレーニングジムのご利用は希望なさいますかうーん、予算内であれば利用したいですけど月々の会費は1万円までに抑えたいと思ってますはい、ご予算に近い会員のタイプは4つございますまずラッキー会員ですとプールだけでなく トレーニングジムも何曜日でも好きな時にお使いいただけて会費は1万1,000円と大変お得ですそれからシルバー会員も全ての施設を毎日終日ご利用いただけます月の会費は1万5,000円になってしまいますが専門の指導員がつきますので人気のあるプランになっておりますプールだけをご利用希望という方にはブルー会員があります。 プールに限ってですが曜日を問わず好きなだけご利用いただけますこちらは会費が8,000円ですはい。もしジムをご利用になりたい場合は1回ごとに1,000円でご利用いただけますので月のご利用が2回以下でしたらラッキー会員よりお得ですねえー、お仕事帰りにご利用される方にはライター会員がおすすめですプールが土日・祝日祝を除く、 平日の夜8時以降にご利用になれて7000円です。あ、休日も利用されるんでしたね。はい。うーん、ジムは気が向いた時、月に一回利用するかしないかだし。じゃあ、これでお願いします。男の人はどの会員になりますか1 ラッキーカイン。2>, 2、シルバーカイン。3、ブルーカイン。4、ナイターカイン。 2番？2> デパートの会議で上司と社員2人が話しています。今日は屋上の活用方法について意見を聞きたいと思います。今はテーブルと椅子を置いて休憩場所として開放していますが、利用者が少ないのが現状です。もっと良い利用方法があればいいんですが。そうですね。この店は社会人やご高齢のお客様の割合が多いので。 そういった方にゆっくりしてもらえるよう、緑あふれる明るい庭を作ってはどうですかうん、明るい庭ね。私は、子供の遊び場を作るのがいいと思います。ブランコなど、公園にあるような遊び道具を置いて。うちは、親子のお客様の割合が少ないですから、遊び場目当てでそういった方に来てもらえるようになると、売り上げにつながりますし。うーん、私は、 今来てくださっているお客様を大切にしたいと思いますが、あ、カフェを作るのはどうですか青空の下で飲むコーヒーは格別ですよ。なるほど。悪くはないと思いますが、やっぱり子供を連れたお客様を呼び込めるような活用の仕方がいいんじゃないでしょうか。ライバル店では週末アニメのイベントを開催したりしてますよね。うちも家族で楽しめるイベントを行ってはどうですかうん。 どれもいい案だと思いますが、そうですね。定期的にイベントを企画、実行するのはスタッフの負担が大きすぎますね。それから12階のレストラン街にはヘラスからの眺めを売りにした店がありますから、同じようなことをするのもね。今回は親子連れのお客様の呼び込みが期待できそうなさっきの案やってみましょう。 屋上を活用するためにどうすることにしましたか 1, ?1 明るい雰囲気の庭を作る 2, 2子供の遊び場を作る3カフェを開く4家族向けのイベントを開催する 番まず話を聞いてくださいそれから2つの質問を聞いてそれぞれ問題用紙の1から4の中から最も良いものを1つ選んでくださいでは始めます 3番市民センターで女の人がカルチャー講座の説明をしています来月から新しく始まる講座を4つご紹介しますまず講座1この講座ではボールペンや鉛筆で美しい字が書けるようになることを目指します講師が丁寧に指導しますよ講座にはファッションの色使い服、靴 カバンの上手な組み合わせを学んで、ファッション感覚を磨きましょう。講座3は、着物教室。着物の選び方、着方はもちろん、着物から洋服への変化の歴史や、和室でのマナーなども学びます。最後の講座4は、海外旅行のための英会話教室。生の英語をたくさん聞いて、語学力をしっかり伸ばします。 へえ、いろんな講座があるんだね。どれか受講してみたいな。僕、字が下手だし、字が上手になれるのがいいかな。でも、今って何でも携帯とかパソコンで書くでしょ大して役に立たないかもしれないよ。まあ、そうだね。マリコさんは何か良さそうなのあった来年留学するって言ってたから語学の講座うーん、それは向こうに行ってから学べるし、ここでしなくてもいいよ。 それより留学先で自分の国のことをちゃんと話せるように何か日本の文化とか作法が学べる講座があるといいなって思ってたんだちょうどいいのがあったけどでも話聞いてるうちにおしゃれについて学べるのもいいかなってうんうん僕は服装に自信ないからそれにするよそっか私は二つのうちどっちにするか迷うけど留学に備えられる方にする 質問一。男の人はどの口座に申し込むと言っていますか。質問二。女の人はどの口座に申し込むと言っていますか。